まあ、ロケに同行してたプロデューサーが、ちょっとこれ、ライブビューイングでやった方がいいんじゃないのって言って、そんなね、大々的に見せられるもんじゃないよっていう話はしたんだけど、だからこそなんですよっていう逆の言い方をして、最近大泉さんやっぱりすごいですから、大泉さんから水曜どうでしょうして、新作やるってことで見てしまう方が地上波だといらっしゃるんで、それは逆にやばいだろうと思ってて、だからお金を払ってでも来るようなね、玄人の方をもう10年、20年、どうでしょう、見続けてる人にだけこっそり見せるような、そんなイメージで逆に大々的にやるんじゃなくて、ファンの人を囲い込んでこっそり見せるみたいなイメージでライブビューイングやろうって話になって、大したことない新作だけど、それをまあみんなで集まって見るっていうのは、うちの番組しか多分できないことだよなっていうのがあって、あ、それはいい、それはいい。ところから、もうあっという間に決まりましたね。かなりの地方の映画館も。もう全部200館ですからね、そりゃね。例えばビジネスモデルとして、うん、まあ、これできるんだっていうふうに思った人って結構いると思うんですね。うん、あれ、やろうと思ったらどうするんですか？これビジネスモデルにはならないと思いますよ。お客さんをもう増やそうって思ってないですから、いうところからのこのライブビューイングなんで、とにかく何があっても駆けつけるってお客さんを持ってるかどうかっていうところが、それを持ってると非常にまあいろんなことができるっていう、それだけのそのコアなお客さんっていうのを数万人以上ずっと10年20年つかめるかっていうビジネスモデルですから、これを今から始めようと思ったらかなりな労力必要だなっていう気はします。なるほど ね、はい。若手ディレクター時代について教えてください、はい、あとはこだわれば編集は終わらない戦いなのですが、うん、どう折り合いをつけていましたか、うん、またプライベートと仕事の時間はどう住み分けてましたか。まず20代で駆け出しっていうことは、仕事は楽しくないに決まっていると思った方がいいと。で、これを変に楽しようと思ったら今後がきつくなるかなっていうのはやっぱり思いますよと。私はディレクターになったら30過ぎてからなんで、ディレクターになったらもうすぐに現場に出て自分でいきなりやったんで、だから編集に対してどうやって折り合いをつけますかって、自分は時間をかければもっといいものができてると思うのにという、どっかで浮かれた考えあるんじゃないですかね。ところをあっそりと終えるときは終えますよこれ。プライベートの仕事の時間はどうしたかと。私20代の頃は絶対にプライベートの方が大事だと思いますよ、うん、仕事はどうやったってうまくいかないんで、どっかでいい加減に手抜かないと、うん、つまんないんだから20代の頃絶対仕事なんて、うん、だからもうプライベートで楽しいことをね、うん、やった方がいいと思います。なるほど、うん、自分より上の立場の人と意見や方向性が合わないときどうクリアしていましたかといやこれは僕は全然やりたくないですとか、うん、すごい上の人に噛みついてた、それ30代の水曜どうでしょう始めた頃もそうだし、うん、逆に習うっていうよりも、いや僕はこう思うんですけど何が違うんですかっていうのをどんどんぶつけてたようなところは多分あったんですよ。20代の頃に歯向かってればいいんじゃないですか、どうせ仕事つまんないんだから。問題なのは30代後半以降に噛みついてたらなんかあんまりいいことないんじゃないのかな、うん、もうちょっと大人になれよって思いますけどね。光を見つける糸口はどこにでもあると思うのですが、そういった志を持った人間が少なく、会社の規模感的にも足りないと感じています、はいはい、トップ層は変革をとメッセージを出していますが中間にいるマネージャー陣が変化するために労力をかけることを嫌がりますと、うん、お考えを少し教えていただけたらありがたいですと。どこだってそうじゃないですか、変革はやっぱり嫌なんですよ皆さんね、うん、なんだかんだ言いながら今のまんまゆっくり地盤沈下してくのが一番いいんですよ多分。地盤沈下は本当はしたくないんですよ。だけど変なことをしてここに何か作り出すよりかはまだゆっくり地盤沈下してった方が楽だし、だからまずは皆さんが変革を求めてないっていうことを文句を言うんじゃなくて、だよなってまず自分の中で納得させるっていうことがまず第一段階だと思うんです。その変革というか好きなことをするためにはね。だからまず皆さんがついてこないということは大前提だと言って始めるということになると、お分かりの通り黙って始めるしかない。黙って始めるとはいえ一人だけじゃやっぱりねなかなかあれなんで、同じような考えの方の人を2人とか3人いればもう
十分じゃないですかっていう、うん、水曜どうでしょうだってうちの会社の中で言えば僕と嬉野さんが基本的に作ってて、それにプロデューサーが一人いるだけなんで、はい、3人なんですよ、うん、なんかこの3人ががっちりと固まれば水曜どうでしょうぐらいのものだったら多分できるんで、そこからやっていくってことですよね。